こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回はサバカの PG7 ランク到達と、あとはピッチャー陣がねまるっと生まれ変わりましたので、そのあたりの話を詳しくできればいいかなと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、今朝、PG1 先発の動画を、まあ、サバカの方で上げさせていただきました。まだ見てないよという方はぜひ見ていってやってください。結構面白い回になったと思うので、皆さんに楽しんでいただけるんじゃないかなというところと、ついにサバカの方も PG7 ランク、そして PG7 ランクを実はすでに折り返しをしておりますという状況です。おそらく PG8 ランクなら、そんなにこう、なんでしょう、天才の入部届をね、ぶっ放せば、まあ、到達はできるのかなっていうところですが、PG9 ランクとかになってくると、まあ、もうちょっとこう、自分の中で揃えたい手持ちがまだまだあるのかなっていうところと、またゆっくりね、この1年かけて、まあ、いろんなインフレーションとか、新しいキャラが入ってくると思うので、それに合わせて、まあ、迎えればいいのかななんて思っております。で、野手の方は、ほとんどアンドロメダさん、まあ、PG6 ランクに行った時と変わっていないんじゃないかな、というふうに思います。で、大体が、まあ、このデッキですね。シドレミ、レイリー、ノムちゃん、アマネ、サエキ、ジャベリンと。で、シドレミ、レイリー、サエキは、まあ、本当にいろんなとこでかき集めて、まあ、運よく50になってくれたキャラたちですというところと、まあ、アマネカレンとノムちゃんに関しては、まあ、本当にこう長い間積んでいれば45にできるキャラなんじゃないのかなっていうところと、まあ、解放がね、結構うまく決まったんで、アンドロメダに関しては野手が、しっかりとデッキ揃ったなっていうところと、まあ、ジャベリンとか、もう SR がね、ガチャ券で2枚手に入って、なんとかこう使えなくもないんですけど、やっぱりそのスタジアムボーナスのことを考えると、今のところ僕はまあ、このデッキに落ち着くのかななんて思っております。で、おそらくほぼほぼこのデッキか、あとはまあ、落合を使ったデッキが、まあ、多分どっかいると思うんですが、まあ、どっかいるとは思うんですが、ああ、これとかですね。落合を使ったデッキですね。まあ、これが僕の中ではスタジアムボーナスが最大になるので、まあ、このデッキが、まあ、ハマると一番いいかなという感じでは、考えています。で、大体能力値こんな感じですね。ざーっと。まあ、13段、4段ぐらいの、まあ、ホームランボールを取る構成が、まあ、ポイント余りもそんなになくて、敏捷も使わなくて、まあ、モネのバーストまでカバーできるっていう感じのデッキになっていて、スタジアムボーナスも最大まで上げれますと。いう感じになっております。で、キャッチャーの方も、まあ、アンドルメダさんですね。で、まあ、これは縦橋とかを入れたようなデッキになっていて、ほぼ全員、まあ、天本か、あとは、まあ、セマルのキャラもいると思うんですけど、ほぼほぼ盆栽で作ってます。まあ、それ以上のね、こう、センス厳選とかは石がなくなってしまうんでしないので、まあ、今のところは、まあ、これくらいが PG1 から、まあ、どんなに頑張っても2ぐらいが、まあ、僕がこのサブアカでできることなのかな、なんていうふうには思ってます。で、これとかは、肩の上限が、まあ、あえてない構成とかですね。を作ってやっていたりはします。まあなんかこういろんな感じのデッキを組んでみて遊んでいるっていうのが、まあ今のところの現状かなというところをですね。で、こいつが PG2 なの、あ、ごめんなさい、PG なので、まあその PG1 くらいには、あとは野手は入れ替えられたらいいのかな、なんていうふうに思っております。で、投手の方ですね。で、投手の方は、ちょっとパッと出すんですけど、全員、PG 以上になりました。で、PG の先発も盆栽で作れているので、おそらく中継ぎは PG2 くらいには、こう、そのまま続ければ、まあ、いけるのかもしれないなぁなんて考えています。で、デッキは今のところこれで組んでいて、まあ、同栄、みなみちゃん、サナ、守る、オクタビア、そして、達也ですね。で、この構成にすると、変化点以外は全てバランスよく整うことが非常に多くなります。やっぱそのフレアを入れてるときはどうしてもその同栄の精神ボナーがないっていうところで、まあなかなかこう精神経験点が足りなかったんですけど、タツヤを入れることで、しっかりと休息とスタミナ、まあこっちのダイナマイト発生率プラス精神ボナーも入るということで、まあかなりバランスが良くなったかなというふうに思います。あとはみなみちゃんも技術ボナーの相棒なので、
変化も稼げるし、あとは一番ネックになっている、まあその次ネックになっている技術、まあここも稼げるっていうことで、まあこのデッキが僕は今のところ最高かなというふうに思っています。で、達也に関してはまあ45でもいいと思います。筋力はある程度稼げたりはするので、まあただ達也を入れることで本当にバランスは良くなる。そして勝利の星さえ決まれば本当にある程度かなり高い。査定のピッチャーを作ることができるので、まあ、僕はこれが、まあ、気に入っているかなというふうに思います。もちろん、古谷さんやらね、両方揃っていれば、当然それも強いんですけど、まあ、結構あっちに関しては招き猫が大前提にはなるかなと。イベント感想に関してね。というふうには思います。これに関してはある程度感想するので、なんかそういう意味でも、なんかポッとこう、千丸が出た時に、こう、うまく決められることが多いのかななんて思っていたりはします。で、これに関しては、僕が、沢村と古谷が出た時代に、水木を使って天才千丸で PG を作ったデッキになります。で、これに関しても結構強かったです。まあ、コントロール106が組めるっていうのと、あとはまあ、本当にバランスよく経験点が稼げる。まあ、いつも技術が足らないってなるんですけど、まあ、めちゃくちゃ足りましたっていう感じのデッキでした。まあ、これとかもかなり好きですし、これ多分明日出す形、まあ、そのセクションの途中からになっちゃうんですけど、明日出す形にはするもので、まあ、同じデッキで、これはセンスなしで、PG が先発作れてます。なので、まあ、このデッキが僕の中ではかなり、こう、強いかなというところと、まあ、中継ぎも大体、これか、あ、そうか、これは更新してないんですね、まだ。まだ更新がかかってないところが結構あるみたいです。うん。まあ、アーサー入れたりとか、これは普通に、達也たちが入ってますね。あ、これも達也たちですね。この辺からはさすがにそうなんじゃないかな。そうですね。まあ、この辺からは、だいたいこのデッキですね。はい。やっぱりその、このデッキの安定感が非常に高くて、まあ、結構こう、長継ぎ PG くらいだったら、まあ、ポンポン、できてます。まあ、実際できているので、できてます。で、なんでしょう。まあ、その、投手陣がね、結構今回は、みなみちゃんのガチャを引いたことで強くできるなっていうところで、まあ今回はこういう形で、一気に切り進めていきました。で、今のところのボックスも、合わせて公開しておこうかなという感じです。たぶん SR と PSR だけで十分だとは思うので、これでレアリティで並べてパッと、皆さんに、レベル10の方がいいかな。ちょっと公開しておこうかなという感じでございます。まあ今のとここんな感じです。PSR の50は3体、サイキ、シドレミ、レイリーと。で、サイキに関しては意図的にずっと集めていたっていうのと、シドレミは無料ガチャでノーマルの PSR がいっぱい出たっていうところと、レイリーに関しては解放がずっと決まり続けていたので、まあなんとか50になったっていうところと、まあオクタビア、モネ、あとはサガラ、まあこの辺も解放が上手に決まったなっていうところと、まあ、結構こう意図的に集めたのは2種連で強いキャラっていうのは、まあ、昔からずーっと意図的に集めてました。で、例えば、まあ、サイキとかシドレミとかレイリーももちろんそうなんですけど、あとは、まあ、下の方の、アマネカレン、野球マン5号、まあ、この辺もそうですし、まあ、そのエビルテンプレートされていたキャラですね、オトミとか、まあ、この辺、あと総一郎か。は PSR40 とかだったかなっていうので集まっていたりはします。なんかその時代その時代のキーになるキャラはある程度集めようかなっていうことは思っていて、まあ頑張って集めているっていうところと、フリート高校に関しては思いっきりスルーしたので、まあ解放ちょっと進んできたんですけど、まあ合わせ、そして、タデアですか。今のところプラス3っていう感じです。で、沖野もこの前、無料 SR ガチャ、など単発で来るやつですね。あれで沖野が出たりしたんで、ちょっと解放が進みましたっていうところと、ジャベリンに関しては SR ガチャ券で出たので、まぁ、こんな感じで持っていたりはしますが、あとはもう本当に、レベルが、まぁ、進んでないキャラが多いかなという感じです。まあ、そのゲドウの問題とかもそうなんですけど、やっぱりその、ガチャを引ける回数が限られているので、結構見極めが大事かなというふうに思ってます。まあ、僕もこのアカウントでやってる時に見極めが、ま、うまくいかなかった時もあるんですけど、大体自分の中では、ま、狙ったキャラ取れてたりとか、あとは、まあ、この構成である程度作れるなって時にガチャしているので、まあ、うまく回っているんじゃないかなっていうところと、まあ、今ちょっと133個で結構石がなくなってしまっているので、まあ、
その4月とかに向けてね、結構こう、石を貯めなきゃいけない時期なのかな、なんて思ってます。まあ、しばらくはガチャできないかなっていうところですね。で、まあ、ガチャの引き時とかはお話を、まあ、毎回、まあ、ほぼ毎回、まあ、その、ガチャが来た時にさせていただいているので、僕の動画を見て参考にしてくださってる方々は大丈夫だと思うんですけど、まあ、その、ポイントとしてはやっぱりその、引ききれない時は絶対引かないってことが、まあ、大事なのかなというふうに思います。まあ、それが許される瞬間もあるにはあるんですけど、極端に少ないと思います。結局やっぱり、このステップアップ形式のガチャって、引けば引くほど旨味があるっていうところなので、その旨味を、こう、中途半端に逃さないっていうのが大事かなというところと、あとは、その自分の狙ってないキャラとか、まあ、どうしても欲しいキャラがいても、その10連とか20連とかで、まあ、引ききれない時に行ってしまって、外れるってことを繰り返してると、戦力はアップしません。なので、まあ、今後もね、このアカウントを通して、なんとかこう、まあ、ガチャの引き時とか、まあ、センスの厳選はほぼしないので、その辺はちょっとこのアカウントではフォローしきれないんですけど、まあ、チームランクをどのタイミングで上げればいいかとか、あとは、まあ、デッキの組み方とかもね、結構こう、キュッと絞った方のアカウントになるんで、まあ、その辺を皆さんにお伝えできればいいのかなというところです。で、あとは、応援いただいている方がいれば、ぜひ、高評価とかコメントとかを残していっていただければ嬉しいかなというふうに思います。まあ、そのあたりの皆さんのコメントとか、いろんなものを見て、あ、もっと頑張んなきゃなとか、あ、なんか、あんまり求められてないんだなって思ったら、ちょっとこのアカウント自体をどうしようかなっていうのも、そろそろ、こう、考えてもいいのかななんて思っているので、まあ、その今年いっぱいはね、PF ランクとかがあるので、まあ、続けますし、僕自身もなんかこう、新鮮な気持ちでやれるので、やってはいます。ただまあ、そんなにこう、なんか、その、イベント二重で走るのがね、結構大変だったりするので、その累計といえどもね。あとは、まあ、選手を、ボナー選手を作るとかが、まあ、二重になって結構大変だったりするので、ちょっとその辺は、まあ、今年考えたいなというふうに思っていて、まあ、来年以降も同じ形にするのか、またなんかこう新しい形を生み出すのかわかりませんが、なんかその辺はちょっと考えていたりはします。なので、ぜひ皆さんのご意見も一緒にいただけたら嬉しいかなと思います。で、明日、まあ、セクションの途中からなんですけど、先発 PG の盆栽サクセスをお送りしますので、そちらも見ていただけたら嬉しく思います。まあ、それに合わせて、ちょっとこう、マントルの立ち上がり教えてくださいっていうコメントが結構、見受けられましたので、まあ、その辺も、お伝えするような動画を撮れたらいいかなというふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ、皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また、次の動画でお会いいたしましょう。